ジェシー・ウィンファーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、エリーグン・バッファロー出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシンシナティレッツ所属。2012年の MLB ドラフト一巡滅移保で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ビリングス・マスタングスで、プロデビュー。62試合に出場して打率。 338.5本類が35打点1盗塁の成績を残した。2013年は A 級デイトンドラゴンズでプレーし、112試合に出場して打率281.16本類が76打点6盗塁の成績を残した。2014年は A 級ベーカーズフィールドブレーズと AA 級ペンサコーラブルーワフーズでプレーし、 2球団合計で74試合に出場して打率。287.15本塁が57打点5盗塁の成績を残した。また、7月にはオールスターフューチャーズゲームに選出された。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2015年は AQ ペンサコーラでプレーし、123試合に出場して打率。 282.13本類五55打点、8盗塁の成績を残した。2016年は、ルーキー級アリゾナリーグレッツとトリプル A 級、ルイビルバッツでプレイし、2球団合計で110試合に出場して打率。308.5本類五51打点の成績を残した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2017年は開幕をトリプル A 級ルイビルで迎え4月14日にメジャー初昇格を果たした。同日のミルフォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューもその後は昇格と降格を繰り返した。8月以降はメジャーに定着し最終的に47試合に出場して打率298.7本塁が15打点1盗塁の成績を残した。 2018年は7月に右肩を負傷するまで、レギュラー外野手として出場していた。怪我までの成績は、打率、299、出塁率、405、超打率、431、7本塁打で43打点を記録した。2021年7月1日に、ファン投票で自身初となる、オールスターゲームに選出された。 オールスターゲーム前日の7月12日に6番左翼手で先発出場することが発表された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは2回にオールスターゲーム初打席に立ってホワイトソックスのランスリンと対決したが凡退した。マイナー通算出塁率398と選球眼に優れたシュアな打撃が売り、守備では 外野全ポジションをこなすが肩が弱く、左翼手が適任と言われている。ナショナルフットボールリーグのバッファロービルズの大ファンであり、同チームの応援歌である、シャウトを本拠地グレート、アメリカンボールパークでの登場曲に使用している。ありがとうございます。